時間がない人でも死亡期限の前日にこれだけはやっておいてほしいことをご紹介いたします。二の腕美容チャンネルへようこそ。二の腕美容の久島先生です。本日は死亡期限する前日はどのようにして過ごすべきかについて大切なことを3つお伝えしたいと思います。間違った過ごし方をしてしまいますと死亡期限の手術当日に大変なことになってしまいますので、これから死亡期限を考えている方はしっかりと注意してぜひ最後までご視聴ください。いざ死亡期限の手術をしようと思って日程を決めたとしても、手術の前日は楽しみな反面不安な気持ちもたくさんあると思います。この動画では死亡期限する前日に注意するべきポイントを3つお伝えいたしますので、不安な気持ちが少しでも解消されぜひ安心した気持ちで手術に臨んでいただければと思います。そしてこの動画の最後に手術前日のワンポイントアドバイスも行っておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それでは早速1つ目からご紹介しましょう。まず1つ目は手術前日はお酒の飲みすぎを控えることです。死亡期限の前日はどうしてもお酒を飲みたくなる人が本当に多いです。特に普段毎日お酒を飲んでいる人っていうのは手術前日は必ずお酒が飲みたくなると思いますし、死亡期限の手術をした後はしばらくお酒が飲めません。死亡期限の前日ぐらいは派手にお酒を飲んでおこうって思いがちです。そもそも死亡期限の手術をした後1週間ぐらいはお酒を控えていただいた方がいいと思います。これは何でかって言いますと、お酒を飲むことによって血流の流れが良くなりますし、その分むくんでしまうからなんです。むくみやすくなることによって最終的な仕上がりっていうのは変わらないんですけども、むくんでることによってダウンタイムの期間が長引いてしまいます。死亡期限をした1週間以内にお酒を飲むとむくみやすくなるだけじゃなくて、お酒を飲んだことによって酔っ払って転んで怪我をしてしまったりする可能性がありますので、1週間は控えていただければと思います。手術前日は死亡期限の手術をする前だからダウンタイムと全く関係がないっていうふうに思いがちなんですけども、実は死亡期限の手術前日にお酒を飲みすぎると死亡期限の手術そのものに影響してきてしまうのです。お酒を飲んだ時の体の中のアルコールを分解するのは肝臓の役割です。実は手術で使用する麻酔薬っていうのはアルコールと同じで人間の体の中の肝臓で分解されます。死亡吸引の前日にお酒を飲みすぎてしまうと肝臓の負担が大きくなってしまうんです。肝臓の負担が大きくなってしまいますと手術で使用する麻酔薬が肝臓でなかなか分解されませんので、麻酔が効きやすくなってしまったり、手術後になかなか麻酔が切れなくて気持ち悪くなってしまったりと手術後に影響が出てしまいます。しっかりと麻酔薬が肝臓で分解できて手術後に影響しないようにするためには、手術前日のお酒の飲みすぎは控えていただければと思います。2つ目ですが、食事は手術の6時間前からしないでください。例えばクリニックに10時に来る場合はその6時間前ですので、朝の4時までなら食事をすることは可能ってことです。手術前日の夕食は全然食べていただいていいんですけども、間違っても手術当日の朝食は食べないでください。なんで手術をする6時間前から食事を摂取してはいけないのかについて簡単に解説いたします。手術の麻酔の影響で吐き気が催しやすくなることがあります。その時に食べ物を食べた状態でその食べ物がまだ完全に消化されていないで胃の中に残っていたりしますと、吐いてしまった時に喉に詰まってしまって息ができなくなってしまって最悪死んでしまったりするからなんです。あとは単純に胃の中に何か物が残っていますと吐き気が催しやすくなる確率が上がってしまいます。なるべく気持ち悪くならないようにお客様にはお願いしておりますが、私のクリニックでは少しでも手術後に吐き気が出にくくなるような工夫をしております。麻酔からの回復が早くなるような麻酔を使うことによって手術の工夫もしておりますので、ご安心していただければと思います。なので手術当日の朝は食べられないってことを頭に入れていただいて、手術前日の夕飯はしっかりと食べていただくことをお勧めいたします。最後3つ目ですけども、手術前日はゆっくりと睡眠をとってください。死亡期の手術前日にしっかりと寝ることはとても大切です。手術の前日となると緊張していてなかなか眠れませんっていう人多いと思うんですけども、なるべく夜更かしはしないでいただいた方が良いです。そして実際に手術当日に寝不足でいらっしゃるお客様もいます。朝まで夜勤がありましたとか朝まで仕事をしてましたとか、いろいろな方がいらっしゃいます。手術後に感想を聞くと抜粋できて良かったですっていう方もいらっしゃるんですけども、手術後の麻酔が効きすぎてしまってずっと眠いですって方も中にはいらっしゃいます。寝不足で手術に臨むのはあまり良くありません。寝不足だと手術が終わった後に麻酔から目覚めるまで結構時間がかかってしまったりいたします。
寝不足だったり疲れてる時にお酒を飲んでしまうと、全然疲れてなくて元気な時に比べるとなんかすぐ酔っ払いやすくなっちゃったり、なんかすぐ眠くなってしまったりとか、そういった経験ある方多いと思うんですけども、麻酔もそれと同じです。脂肪吸引前日はしっかりと睡眠をとって体力をつけてリラックスした気持ちで精巣ケアのベストだと思いますので、なかなか手術前日は眠れないって方も多いですが、頑張ってお布団に入っていただければと思います。万が一それともどうしても寝ることができないのであれば、脂肪吸引の手術が終わった後どのようにして過ごすかなどについてイメージをしていただければいいのかなって思います。脂肪吸引した後の過ごし方やダウンタイムを抑える方法につきましては、私のチャンネルでいろいろたくさん解説しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。今回は脂肪吸引の手術を受ける前日の過ごし方について3つご紹介いたしました。最後にまとめますと、前日はお酒を飲みすぎない、食事は6時間前までに済ませる、しっかりと睡眠をとる、この3つになりますので、脂肪吸引をこれから考えている方はぜひ参考にしてみてください。そして最後にお待ちかねのワンポイントアドバイスです。買い出しや掃除、洗濯などの家事は前日までに済ませておきましょう。脂肪吸引のダウンタイムを伝えるのは最初の3日間ですので、その時に負担になるような行動は前もってやっておいた方が良いと思います。例えばスーパーなどでの買い物は荷物を運んで泊まりたいと思いますし、掃除や洗濯もなるべくダウンタイム後の生活が楽になるように前日までに済ませておくと良いと思います。ぜひこちらも参考にしてみてください。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録といいねボタンを押して応援お願いいたします。そして何か美容のお悩みや質問がありましたらコメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。